皆さんこんにちは。ゆっくり悟りと、期待大の面白そうなゲーム、ゆっくりおりんなのだです。というわけで今回から、ドリームロジック、というゲームをやっていきます。了解したわ。どういうゲームなのかしら？ですね。ドリームロジックは、限界空間を舞台にしたストーリー重視の一人称視点ホラーゲーム。ノスタルジックで夢のような、不気味な環境を探索しよう。しかし、安心しすぎてはいけない。あなたの一挙手一投足をこっそり見ているクリーチャーがいるのだ。というゲームらしいですね。ノスタルジックな雰囲気の探索ホラーゲームっていう認識でいいと思います。なるほどね。じゃあザ・バックルームズからは一旦離れるのかしら？いえ、空間を重視したゲームということで、ザ・バックルームズ要素も散りばめられているようです。おお、それを探すのも面白そうね。いつもやっているザ・バックルームズゲームとはちょっと違う新感覚なゲームをお楽しみいただけるかと。いいじゃない、やる前からワクワクが止まらないわよ。あとこのゲーム全部英語なのでそこがちょっと不安です。勉強しなさい。はい。というわけで設定も一段落しましたし、いざ、ドリームロジックの世界へ。Hello, Bruce. I'm glad you decided to try your hand at my detective agency. I'm going to assign you to your first case, which is quite old because no one's been able to solve it yet. This case puzzled me for a long time because the descriptions of the disappearances are incredibly unrealistic. 2 years ago, 4 people disappeared in 1 week. I say the descriptions are unrealistic because the missing man report says he went missing in a public swimming pool.While he was drowning. The other 3 people also reportedly disappeared in public places. Either way, the case has been dismissed and the missing persons are probably dead. But who knows? You might find them. The necessary documents are in the box I sent you. I wish you the best of luck resolving this case. And if you find anything, be sure to contact me. Your friend, Harry. というわけでやっていきますか。今回の主人公さんは探偵さんなのね。公共の場で行方不明になった4人を探せと。公共の場で突然人が消えるなんて、確かにただごとではないですね。まあとりあえず、まずは消えた人物のプロフィールを確認しましょう。欠落レポート。ジェリー・フィリップス。1992年5月20日より行方不明。人種。白人。性別。男性。年齢。23歳。身長。50。髪。明るい茶色。消息。フィリップスが最後に目撃されたのはグレイウッドコミュニティプール。そこにいた人々によると、フィリップスは溺れており、ライフガードがプールに飛び込んだが、彼の遺体は見つからなかった。らしいですね。冒頭の映像で言ってたプールで行方不明になった人か。そうですね。何があったのやら。欠落レポート。シャノン・デイビス。行方不明1992年5月22日。人種。白人。性別。女性。年齢。25歳。身長。57。髪。ブロンド。消息デイビスが最後に目撃されたのはショッピングモール。チェリーストリートの地下駐車場に停めてあった車には戻らなかった。欠落レポート。ビクトリア・ウォーラー。1992年5月27日より行方不明。人種。白人。性別。女性。年齢。31歳。身長。55。髪。黒髪。消息。ウォーラーが最後に目撃されたのはグレイウッド小学校。ウォーラーの生徒によると、彼女は何も言わずに教室を出て行き、戻ってこなかった。何？え？今ドアノックされました？そうよね。お客さんかしら？とりあえず最後の一人呼んじゃいましょう。欠落レポート。スティーブン・タナー。1992年5月26日より行方不明。人種。白人。性別。男性。年齢。30歳。身長。62。髪。ダークブラウン。消息。タナーが最後に目撃されたのは、勤務先のオフィスであった。同僚によると、いつもより長くオフィスにいたとのこと。というわけで全員分の資料チェック完了です。疲れたんでコーヒーでも飲む。さっきまで彼の部屋にいたわよね。どうなって。一体何が。わかりません。一瞬視界がおかしくなって。
気がついたらここに。ドアの向こうも行き止まり、私たちここに閉じ込められたってことなの。ああ、最悪だ。これあれですよね。真相に触れそうになったから、失踪者たちと同じ運命が訪れたっていう。今ノックした？バカな。ドアの向こうはさっきまで私たちがいた。部屋じゃないわね。一体何がどうなってるのよ。赤い血痕。まさか人間の？嘘でしょ。失踪者のものだったりしないわよね。違うと信じたいですね。あんなドアなかったわよね。一体この空間は何なのかしら？ちょ、なんです？鳴き声？んなバカな。うわ、びっくりした。ちょっと、これ超ヤバいんじゃないの？いやだー。まだ死にたくないよー。落ち着きなさいって。あれ？なんか、視界が、まずい。見えない。リン。わぁ、びっくりした。あれ？私たち、どうなったんです？変なドアノック合唱に巻き込まれて、気を失って、気がついたらここにいたのよ。まだ頭がぼーっと。あれ？別の空間に出たっぽい。脱出できたんですかね？だったらさっきの探偵さんの部屋に戻ってくるはずでしょう。この空間は、明らかに異常よ。ウォータースライダーがあんなにねじれてるの初めて見ましたよ。私も初めて見たわ。それがこの空間が異常であることの証明。まったく。プールルームかと思ったけれど、雰囲気を見るにまるで別の空間ね。そうですね。にしても違和感がある空間ですね。そうね。異常な場所なのに、きちんと秩序やら規則性を持って物が配置されている。この空間は私たち、侵入者、を歓迎しているのかしら？やめてほしいんですけれども。まあとにかく、この空間の脱出方法を考えましょう。ん？あれは、式？プロジェクトバックルームズ、フロム、ロバーツ博士、ドゥ、マイヤーズ社長。日付、1985年5月2日。我々は出口テストを実施し、様々な選択肢を生み出してきた。理論的には、出口は現実と融合するはずだが、私たちが実施したテストのどれもが良い結果を示さなかった。天井の漏れなど、他にも多くの設計ミスがある。人が落ちないようにするためには、これらの問題を解決するためにもっと時間が必要だ。何よプロジェクトバックルームって。どうやらこの世界では何かしらの実験を行っていたようですね。ただし、出口に関する実験がうまくいっていないようです。この空間をザ・バックルームズとして、侵入したはいいものの、出口がなくて困ってるって？そういうことですね。っていうかあの明かりなんでしょう。なんですこれ？道がなくなってるんですけれども。くっつり切れてるの？そうですね。この先にはこれ以上のオブジェクトはないようです。あと落下もできないっぽいですね。わぁ。すごく綺麗な空ね。雲一つない晴天じゃない。こんな空間にいなきゃ最高の景色なんですけどね。というわけで先に進んでいきましょう。今のところギミックも出口もなしです。私たちの目的って脱出もなんだけれども、この空間にいるであろう4人の捜索なんじゃない？探偵さんなんでもちろん脱出ルートをたどりつつ、行方不明者の捜索も行っていきますよ。って、何これ？ちょっと古いキーボードね。なんでこんなところに？ゲットできますね。ギミックなのかな？キーボード7台中1台を回収って書いてあるわね。やり込み要素的な？ああ、そういうことか。見つけたら回収していきましょう。ノーダイビング。ノーよ。ノーダイビングよ。ノーダイビング。そうですよね。ノーですから、飛び込んじゃダメなんです。なのでここは素直に引き下がりません。おばかー。ああ、お父さんお母さん。今までありがとう。え？何？新しい場所に来たんですが、水が空中で止まってる。まあ、こんな世界じゃこのくらいあってもおかしくないですね。恐ろしい世界に来てしまった。ふーむ、ギリギリ上には届かないみたいですね。戻ることはできないのか。まああらかた探索は終わっていたしいいんじゃない？このエリアに何かあるかもだし。永遠に脱出できない迷宮とかだったら恨みます。恨むなら偶然こんな空間に入っちゃった自分を恨むことね。あら？この水場はさっきのところじゃないわよね。そうですね。さっきはこんな雰囲気じゃないですし。ひょっとしてこの水に入ることができれば次の空間に行けるんじゃない？そう思って試してるんですが、どうやらここにある台だけじゃ高さが足りないっぽいです。困ったわね。もうちょっと探索してヒントを見つけましょう。了解です。やっぱりここが出口のはずなんですけれども、ギリギリ高さが足りなくて先に進めない。あ、このブロック持ち上げることができる。なるほど。他にもブロックがあったから、それも持ってきて足場にしろと。よし、やることが分かればあとは簡単。ブロック調達してきます。はい。まずは1個目。次に2個目。よし、これで上がれるかしら？試してみますか。
無事に先に進めたわね。結構な時間さまよってたんでこれで安堵ですよ。積んだのかと思い始めてました。ははは。まあ先に進めたんだしよしってことで。ここに飛び降りるんですよね。そうね。空間的に下に戻るか、穴に飛び込むしかないわ。明らかに誘われてるんですが、ここ以外に道はない。覚悟を決めますか。いざ、勝負。うわぁ、結構高い。ブハー、ここは、なんです。どうやらさらに下に来たっぽいわね。なんだか脱出までの道がどんどん遠くなっているような。勘弁してください。とりあえずここに乗って状況整理です。まさか、この下に泳いでいけなんて言わないですよね。その日から始まるのは